はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回のテーマは、銭湯と映画館は同じなんて話題でおしゃべりをしていきたいと思います。銭湯。公衆浴場ですよね。都道府県によって入湯料が決まってるんじゃないでしょうか。はい。実は、気持ちお風呂大好きなんですよ。まあ、大好きというよりも、 お水、水に助けられてるんですよねお風呂だとかプールで泳ぐ川のそばを歩くそんな時に英語落語スピーチワークショップのネタが浮かびやすいんですよ、まあ、そのためきらめきが欲しくて1日に3回ぐらいお風呂に入ることもあったりしてますそんなお風呂水との縁が深い気持ちなんですけれども今回ね銭湯にまつわる映画「湯道」 見てきましたよ、はい、映画のアウトラインあらすじは銭湯温泉にまつわる群像劇といったところでしょうかお客さんの数が減り施設の老朽化も激しい公衆浴場銭湯を舞台にそれぞれの登場人物のお湯に絡むパーソナルストーリーが展開お風呂上がりのようにほっこり温まるハートウォーミングストーリーといったところでしょうか 映画鑑賞後、銭湯に行きたくなりましたからね、ちょうど今、マインドフルネスのためのシングルタスク、えー、としての、ね、入浴の重要性を感じていたところだったので、今までここ最近はお風呂入るときに持ち込んでいたスマホを、ね、持ち込まないように純粋に。 入浴に集中しようというようなところに考えを変わったところにこの映画となったのでいいタイミングだったなというふうに思いましたさあ映画の感想です鑑賞後に思いついたキーワードはこのラジオのテーマと同じああ戦闘は映画館と同じだなっていうふうに思ったものでした共通項としてはプチ・非日常と集中なんですね さっき申し上げた通りスピーチコンサルのお仕事を今受けている中でマインドフルネスについて学ぶ機会があります脳みそっていうのは実はマルチタスクが大好きでその癖注意散漫なんですそのおかげでマルチタスクをやっている間の脳みそは本当に大忙しでその大忙しさがストレスにつながっているっていうところがあるんですね 逆説的なんですけど、マルチタスクしがちな脳みそを集中させてやることで、シングルタスクに集中させてやることで、ストレスを軽くすることができるんだよという、まあ、そういったことをご縁ができたスピーチコンサルを通じて学ぶことができました。映画館、銭、ま、湯、あ、もそうですけど、わざわざ行きますよね。しかもお金払って。映画館に至ってはスマホ触れませんよね。でセント まあ温泉も自宅のお風呂と違ってスマホ持ち込んで動画見るとかってできないと思うんですよもうその映画を見るお風呂に入るということだけに集中できる実はその集中があるから、まあ、少なくとも気持ちはお風呂に入ってる間にアイディアが浮かんだりとかすることができるんじゃないかなというふうに思うわけですあの天下の大企業グーグルもね 瞑想なんかを取りり入れたりしててるっていうのもそこだと思いますマインドフルネスという言葉よりも瞑想を通じて脳みそマルチタスクしがちな注意力散漫な集中できない脳みそを一つのことに集中させることで何かしら新しいひらめきを得るまたはストレスを軽減させるっていうことになってるんじゃないかなっていうふうに、まあ、映画を見ながらね思ったんですよ。でこれはでも、まあ 映画そのもののも感想じゃないですよね感想そのものはですね、まあ、面白かったんですよ面白かったんですけども群像劇の功罪まあ良いところ悪いところと湯道とはの掘り下げをどう取るかによってこの映画を面白く感じるかまあ面白くないというかつまんないと感じるかは分かれるかなというふうに思いました。 群像劇まあ各登場人物それぞれがこういろんなストーリーを展開していくというふうな言い方に変えてもいいかもしれませんけれどもさまざまなストーリーを楽しむことができるという反面、まあ、ストーリーそのものが浅くなってしまうリスクもあったりすると思うんですよね。その辺りがこうリズムがね淡々と進んでしまうというような展開になっていたような気がします。 それがいいことなのか悪いことなのかは見る側の受け取り方によって変わると思います。そして誘導ですね。タイトルにもなってます、誘導ですね。この誘導についての掘り下げというのがあまり深くされていないような気がしたんですね。と言いますのは、鋭くというか言葉を飾らずに言ってしまうと、この群像劇、パーソナルストーリー、ハートウォーミングなストーリーは 銭湯を舞台じゃなくても起こりうるようなっていうふうにな話なんですよいわば銭湯は媒介でしかない状態なんですね少し前に愛知県名古屋市で有名なまあ個人商店である本屋さんが、えー、まあその幕を下ろしましたその本屋さんを通じてさまざまなパーソナルストーリーが展開されてたはずなんです本屋さんじゃなくて銭湯だったっていうような形なんですねこの映画に関しては でも、湯道と、まあもちろん、大の大人がすごく真面目な顔して、お湯の入り方だとか、作法についていろいろ語ってるシーンはあるんですけども、それはあくまで、なんて言うんでしょう、コメディリリーフというか、コメディの部分で面白くやっているように見えるんですね。そのあたりがですね、なんだろうな、どっちを伝えたいのかっていう、パーソナルストーリーの銭湯を通じて、えー、みんなの葛藤を描いて、 いるところを見せたいのかいやそうじゃないとお風呂に入る、まあ、もしくは温泉に入るお湯に入るという行為っていうのはこうなんだよいわゆるサウナの茶道のようなところにまで突き詰めるものとしてどうだったのかなというふうには思いました、はい、まあこの辺はんて言うんですか言うべきでしょう聞いてる見てる側の捉え方にもよると思うので。 えー、重箱の隅をつつくような感想になってしまうかもしれませんけれどもそんな風に感じた次第ですはい、まあ、あとは個人的には久保田さんかな久保田さんのなんだろうボクサーのようなキレッキレの体だとか何、えー、て言うんでしょうお風呂の中での面白いやり取りそのものはすごく楽しめた。うん 途中で言ったように映画鑑賞後銭湯に行きたくなったっていうところは間違いない感覚だったのでそれだけでも十分楽しめるのかなというふうには思うんですけれども、まあ、もう一つ踏み込んで映画館で見たというところで行くならばこの群像劇の功罪の部分と湯道とはの掘り下げっていうところをもう少し考えてみたいなというふうには思った次第です。 ぜひ、もしよかったらね、お風呂が好きな方は映画館で見てみるといいのかもしれません。そして、もし見終わったら、よかったらコメントをもらえたらな、というふうに思います。えー、銭湯行きたくなりました。はい。ヒノキのお風呂、作りたいです。はい。ということで、えー、今回も最後までおしゃべりお付き合いくださり、ありがとうございます。また別のラジオ動画でおしゃべりお付き合いください。ありがとうございます。お疲れ様です。